はい、それではエクスプロラトリーオンラインセミナーナンバー80というところでエクスプロラトリーを使ったコラボレーションについて今日は話をしていきたいと思います。で今日はですね、えー、全部で4つのアジェンダを用意させていただいております。では早速1つ目から見ていきましょう。1つ目ですね、エクスプロラトリーでまず共有できるものの話をさせていただきます。 でエクスパト,トリではですねテーマやトピックごとに分析のプロジェクトというものを作成することができるような形になっています。でこの分析のプロジェクトというのを作っていくと、ですねこのプロジェクトの中ではデータ、データフレームって言ったりしますが、データ、それからチャートやアナリティクス。 それからダッシュボードやノート、そういったものを作成していくことができるような形になっています。ちょっと一個ずつですね、各、え、々、ー、どういったものなのか解説させてください。でまず1つ目ですね、まずデータというもの、す、ま、べ、あ、ての基本になるようなものになっています。このデータというのはですね、さまざまなデータソースからデータをインポートしてで、必要に応じてですね、データを加工することができる。例えばデータの型を変換したりとか、計算を追加したりとか、あるいは他のデータと結合したり、そういったことを柔軟にやって 行っていくってことができるような形になっているんですが、もう一つポイントがありまして、データ加工した処理というのはすべてこの右側にステップとしてあの保存されるような形になっています。このステップによって作業の履歴が保存されるので、データの再現性というのが担保されているという特徴がございます。続いてチャートです。 チャートでは、さまざまなチャートタイプを使って、集計データ、データのばらつき、時系列のトレンド、文字列データなどを柔軟に可視化することができます。そして、先ほどデータのところのステップというものがあるという話をさせていただきましたが、このステップのどのステップに対しても、ピンという機能を使ってチャートを作成していくということができます。続いてアナリティクスです。アナリティクスでは、さまざまな統計や機械学習のモデルを作成することができます。 そして統計、作成した統計や機械学習のモデル、ただ作るだけではなく、解釈のための可視化チャートというものを使って、モデルの特徴というものを捉えることができます。アナリティクスも同じように、ですねデータあの、チャートと同じような形で、えー、どのステップのデータに対してもピン機能を使ってアナリティクスを作成していくことができます。続いて、レポートです。レポートには2つあるんですが、まず1つ目、ダッシュボードになります。 ダッシュボードでは作成したチャートやアナリティクスというものをまとめることができます。でこのダッシュボードをまとめていく、作っていくときにはドラッグドロップをしてですね、柔軟にダッシュボードのデザインを決めていくことができます。続いて、レポートの2つ目、ノートです。ノートでは作成したチャートやアナリティクスを分析のレポートというような形でまとめることができます。 さらにマークダウンという記法を使って、こちら、UI から使うことができるんですが、例えばリンクを設定したりとか、見出しをつけたりとか、あるいは太字にしたり、そういった形でシンプル、えー、柔軟にです、ね、ノートのフォーマットを変えていくことができます。で、こういったさまざまなもの、こういった生活のことをインサイトっていうふうに言ったりしますか、プロジェクトの中で作っていく。 と最終的に次に何がしたいかというと、他の人に共有していくってことがしたくなるわけです。でじゃあ、この作った成果物、インサイトを他の人に共有するときにどうすればいいのかというところで言うと、データであれば、さまざまなフォーマットにこのエクスポートというボタンをクリックしていただくことで、さまざまなフォーマットにデータをエクスポートすることができます。 じゃあ、チャートだったりとかアナリティクスの場合はどうなのかというと、チャートだったりとか、アナリティクスビューの方に移動していただいて、こちらのエクスポートボタンをクリックをすると、チャートをイメージファイルでエクスポートすることもできるわけです。で、こういった形でデータをエクスポートしたりとか、チャートのイメージをエクスポートして共有するってこともできるんですが、ただ、こういったことをやっているとですね、ちょっと不便なことがあったりとかします。で、それが何なのかという話をここからさせていただければと思います。 まず1つ目ですね。えー、まずこのエクスポートしたものを共有していると、内容が更新されるたびにエクスポートし直さなければいけないということがあります。どういうことなのか見ていきましょう。例えば、ここに時系列予測のアナリティクスがあるんですが、データというのは当然更新されるような形になれれば更新されるようなな形になりますので、データが新しくなったら、アナリティクスだったりとかチャートっていうのは新しくなるわけです。 そうするとデータが更新されるたびに結果が変わってくるというところがあるので作成者というのはその都度ファイルをエクスポートしたりとかあるいはイメージをエクスポートするでさらにそれを共有するということが必要になってくるので一つ一つの作業を都度やっていかなきゃいけなくなってしまう結果として時間がかかってしまうということが起こるわけですじゃあそれに対してエクスポートリーではどういうことができるのかというところで言いますと プロジェクト内で作成した全てのインサイトっていうのはエクスプロラトリのサーバーにパブリッシュして共有したり、さらにスケジュールを設定して更新を自動化することができます。どういうことなのかもう少し詳しく見ていきましょう。 まずデータをパブリッシュしたければですね、サマリビュー、またはテーブルビューに移動していただいて、画面上部のパブリッシュボタン、もしくはこのステップ、どのステップからでもデータをパブリッシュすることができるので、目的のステップに移動して、ステップメニューのところからパブリッシュしていくことができます。チャート内緒アナリティクスの場合はですね、各々の,のビューに移動していただいて、画面上部にあるですね、パブリッシュボタンをクリックする。 ダッシュボードの場合はどうなるのかダッシュボードの場合も同じく画面上部の方にあるパブリッシュボタンをクリックします。ノートも同様です。ノートの方も画面上部にあるパブリッシュボタンをクリックすることで、おのおのインサイトというものをエクスプラト,ラトリーのサーバーにパブリッシュすることができます。でじゃあ、このおのおのパブリッシュボタンをクリックすると何が起こるかという話になるんですが、パブリッシュボタンをクリックするとですね、パブリッシュをするためのダイアログというのが表示されます。 このパブリッシュのためのダイアログからパブリッシュボタンをクリックすると URL が発行されるような形になります。エクスプラトレスサーバーの URL が発行されます。で、こちらの URL にアクセスをすると、このブラウザ越しにですね、パブリッシュした各インサイトっていうものを確認していくことができるわけです。 で少し補足をさせていただくと、データの場合はですね、パブリッシュしたデータの場合は、3つのビューがあって、3つの見方ができます。このサマリー、テーブル、メタデータという見方があります。サマリーの見方っていうのはどういうものなのかといいますと、これはエクスプロアトリーデスクトップにデータをインポートしたときと見え方が同じような形になるんですが、データのサマリー情報というものが、こういったヒストグラムのチャート、あるいはサマリーの統計量、そういったところから確認することができます。 じゃあ、このテーブルの見方はどうなるのかというところで言いますと、例えば、各々の列に対して検索を、テキストをインプットして検索をしたりとか、あとはこう列,のです、ね、列の表とをクリックすることで、データをソートする、でソートしたときにビジュアルバーというものを表示させることによって、直感的にどういったデータがあるのかというところを確認したりとか、目的のデータに素早くアクセスすることができるような形になっています。 続いてメタデータですね。こういったデータを共有するときにデータの概要だったりとか、各々の,の列がどういうような意味を持っているのか、そういったことを共有することがすごく重要になります。このメタデータでは、そういったデータの概要であったりとか、あるいはデータディクショナリーという形で各々の,の列がどういうような意味を持っているのか、そういった情報を付与すす。ることができます確認することができます。で このデータに限らずですね、共有されたあ、ごめんなさい、データに関しては共有された人というのは、データをダウンロードボタンをクリックして、データをダウンロードしたりとか、あるいは API 経由でデータを取得することができます。で、このデータ、データだけに限らず、すべてのインサイトですが、他の人を招待することで、プライベートモードで共有することができます。ここでいうプライベートモードというのは、招待された人だけが見れるような状態というふうに思ってください。 でこのじゃあ、招待された人は、えー、なんか有料のアカウントが必要なのかといったこと、言ったかというと、そういうことはなくて、エクスロラトリーのアカウントっていうものを無料で作ってアクセスすることができます。で、最後、一番大事なポイントですね、このパブリッシュしたインサイトというものは、エクスロラトリーのサーバーでスケジュールすることで、いつでも最新のデータに保っていくことができる、自動で更新することができるような形になるので、都度何かをエクスポートして共有する、そういったことをしなくてよくなるわけです。 でさらに、ですねこういったスケジュールされるインサイトというものは、このえー、メニューの方からですね通知メールの購読というのができるんですが、通知メールに購読をすると、スケジュールが実行されるたびに、プレビュー付きの通知メールが届けます。このプレビュー付きの通知メールが届くことで、いちいちですねインサイトを開かなくても、どういうふうな更新があったのかというのを確認することができるような形になっています。で こういった様々なインサイトをエクスパートにのサーバーにパブリッシュをしていると、自分が何をパブリッシュしたのかなっていうところが分かんなくなってしまう。あるいは確認したいというところが出てくると思います。そういう時には、アカウントメニューの方から自分のインサイトというようなページに移動することができます。 で自分のインサイトのページからですね自分がパブリッシュしたすべてのインサイトにアクセスすることができます。自分のインサイトページではすべてのものを見たり、ノートに絞ってみたり、ダッシュボードに絞ってみたりというところで、インサイトパブリッシュしたインサイトのタイプごとに、えー、自分のパブリッシュしたインサイトを確認することができます。 続いてですね、えー、エクスポートしたものを共有するときの不便な点、問題点として、えー、それぞれの人の要件に合わせた形でエクスポートしなければいけないという話をさせていただきます。でこういった形で先ほど紹介させていただいたように、 例えば、ダッシュボードを作って、パブリッシュをして、共有をしたとしても、人によって見たいデータっていうのは異なるということがあると思います。例えば、一番上の人、これはダッシュボードの閲覧者になりますが、ヨーロッパのデータで見たい、あるいは2番目の人は北米のデータで見たい、3番目の人はアジアのデータで見たいというような形で、人によって見たいデータは異なるような形になるので、さまざまな要望が、このダッシュボードだったりとか、インサイトの作成者に集中することになるわけですね。そうすると、この作成者というのは、作成者は、 閲覧者ごとにこのデータを変えてダッシュボードを作って共有するみたいなことが必要になってきてしまうしまいます。でもエツマートリーではそんなことはなくてですね、パラメーターという機能を使うことによって共有されたそれぞれの人が自分自身で見たいデータにデータをアップデートした上でダッシュボードを更新していくということができます。 でダッシュボード以外にも、じゃあ、データの場合はどうなのかというところで言いますと、データの場合はさらに、自分自身で見たいデータを同じように作っていく、絞り込んでいくということができるんですが、さらにそれをダウンロードすることができるような形になっています。なので、いちいち人の要望に合わせて作業する必要がなくて、この共有された人自身が自分の見たい形でデータを変えていって、ダッシュボードを閲覧したりとか、データをダウンロードしていくことができるわけです。 で、このパラメーターの詳しい使い方についてはですね、過去オンラインセミナーで詳しく紹介させていただいております。興味がある方はですね、Explorer というウェブサイトの学ぶのメニューから、How to Tutorial を選択してください。こちらからですね、こちらのページに移動していただくと、左側にメニューがございます。メニューの方にパラメーターというものがございますので、こちらのパラメーターをクリックしてください。 そうすると、この過去のオンラインセミナー、パラメーターの使い方というものを確認いただけますので、こちらでぜひぜひパラメータの使い方を確認していただければというふうに思います。 でですねこれまで説明してきたように作成したインサイトをエクスプロラトリのサーバーにパブリッシュして共有をしてスケジュールをすることで共有するときの利便性が向上するという話をしましたでさらにパラメータというものを使うとう作成者インサイトの作成者がいちいちデータだったりとかこのダッシュボードを変えなくても閲覧者が見たいような切り口でデータを変えていくことができるよという話をしましたでここまででもかなりですね、えー、効率的にこのインサイトの共有 共有する共有だったりとかができるという話をさせていただいたんですが、1つだけ、えー、問題というか不明なところがまだありまして、ここからその話をさせていただければと思います。それがですね、誰に共有するの,か,がの誰に共有するかの管理が煩雑になるという話になります。じゃあ、詳しく見ていきましょう。例えばですね、ダッシュボードを複数人で共有したとしましょう。1つダッシュボードを作って複数人に共有しました。で当然、そのダッシュボードは1つ作って共有して終わりということはなくて、2つ目のダッシュボードを共有したとします。 でこういったことを繰り返していくと、複数人の人にですね、このダッシュボードを複数共有していくってことが生じるわけです。でこういうことをしていると、ですね、結局、インサイトごとにこの共有を設定していくことになるので、インサイトの数が増えると、その分だけ共有漏れが発生しやすくなるっていうことがありますで。さらに言うと、役割変更だったりとか、退職というものが発生すると。 そういう時には当然、閲覧権限を外していかなきゃいけないというところがあるので、この例えばこの佐藤さんという方が辞められた場合は、ダッシュボードへの,の閲覧権限を外すということが必要になってくるわけです。で当然、複数のダッシュボードを共有している場合であれば、共有しているインサイトの数だけ共有の対象から外す作業というのを繰り返す必要があるので、まあ、手間がかかってしまうということがあるわけです。 で、じゃあ、エクスプロラトリーはそれに対してですね、チームというコンセプトというものを設けているんですが、この各々のメンバーというものを、例えば今回のケースで言うと、営業チームという形で割り当てて管理していくってことができます。で、じゃあ、この営業チームというチームを作って管理することができれば何がいいのかっていう話になるんですが、作ったチームに対してインサイトを共有することで、この共有する対象というのをチームだけにする。 そうすることによって、共有の設定がシンプルになって、共有漏れが発生しにくくなるわけです。じゃあ、今度は閲覧権限の場合はどうなるかというところで、仮にチームのメンバーが1人辞めたとしましょう。そういったときには、チームからメンバーを削除するだけで、各々ののダッシュボードをいちいち開いて共有の設定を管理することなく、このダッシュボードの閲覧権限というものを管理していくことができるわけです。 でさらに言うと、チームっていうのは複数作成することができるわけですね。顧客 A 担当チーム、顧客 B 担当チームという形です。でもちろんこういうことをやっていくと、この複数のチームだったりとか、複数の業務を担当している担当,者っていうこと担当者も出てくると思います。そういう時には個人を複数のチームに入れて管理していくことができます。こちらは紫の人がそういう形になります。 でじゃあ、このチームどういうふうに管理していくのかというところになるんですが、こちらに関してはアカウントの、えー、アカウントメニューの方をクリックしていただくと、アカウントの設定というメニューがございます。こちらをクリックすると、新規の追加というところから、新規のチームというものを作っていくことができます。で、このチームのメンバーという話に入っていくんですが、エクスプロアトリーに登録されているユーザーであれば、誰でもチームに登録することができます。さらに言うと、エクスプロットリーへの登録というのは無料になっているわけです。 でじゃあこの作ったチームに対してインサイトを共有するときにはどうすればいいのかという話になるんですが、同じです、インサイトを共有するときの,の共有ボタンをクリックする。そうすると、その時に、この to というところで誰に共有するかという設定ができるんですが、こちらでチームをタイプしていただくと、共有する対象のチームを選択することができます。はい、ここでチームというものの説明をさせていただきました。続いて2個目のトピックですね、データ再現性のための共有の話に入っていきます。 で、このデータを、ごめんなさい、インサイトを共有するという話をこれまでさせていただいたんですが、このインサイトを共有するときにいくつかの問題点というのがあるので、ここからその話に入ってきます。一つ目です。インサイトの作成プロセスというのがブ,ロブラックボックス化してしまうという問題があります。どういうことなのか見ていきましょう。例えば、ダッシュボードを共有されていたとします。 でこのダッシュボードを見ただけでは、このチャートっていうものがどういうふうに作られているのか、あるいはこのチャートを作るためのデータというのが、どういうふうに作られているのか、そんなやり方が正しいのかどうか、そういったことを確認することができません。さらに言うと、急に業務を引き継がな,きゃな,引き継がないといけなくなってしまったときに、同じ結果を再現するっていうのは、すごく難しいですよね。このアウトプットだけを見て、同じものを作ってくださいって言われても、難しいと思います。 でそういうときに、じゃあどうすることがエクスプロアトリーではできるのかというところなんですが、エクスプロアトリーではすべてのインサイトというものを再現可能な形で共有することができます。どういうことなのか見ていきましょう。エクスプロアトリーで作成したインサイトをパブリッシュするときに、このダウンロードオプションというものがございまして、こちらの EDF、EDF というのはエクスプロアトリーデータフォーマットの略になるんですが、こちらにチェックボックスをつけてダウンロード可能にすることができます。 でこの EDF にチェックをつけた状態で、インサイトをパブリッシュすると、このサーバー越しにですね、エクスパートリーのサーバー越しに EDF ファイルをダウンロードすることができます。じゃあ、この EDF、ダウンロードした EDF ファイルをどういうふうに使うのかといいますと、エクスパートリーの中から、このデータフレームのプラスボタンをクリックして、EDF をインポートすることができます。で、EDF ファイルをインポートすると、何が起きるのかというところで言いますと、このデータだったりとか、データの加工のステップが再現されます。 さらに、もう少し詳しく説明をさせていただきますと、この EDF を、EDF ファイルには、データを再現するために必要なブランチだったりとか、結合した情報だったりとか、マージしたデータフレーム、それらすべての情報が含まれる形になります。例えば、このデータでいうと、このセールスというデータフレームから枝分かれしている、つまりまあブランチが作られているような形になります。でさらに、このステップのところを見ると、このデータというのは4番目のステップで結合がされています。 で、このデータフレーム左側の方に目を移してもらうと、この結合されているデータフレームも含まれているというような形になっているので、ブランチ、結合、マージしたデータフレーム、すべての情報がこの EDF ファイルには含ま,れる含まれていることになるわけです。じゃあ、チャートアナリティクスの場合はどうなのか、同じですね。ダウンロードボタンをクリックすると、EDF ファイルをインポート、ダウンロードすることができます。 このチャートアナリティクスの EDF ファイルをインポートすると、先ほどはデータだったりとかデータ加工のステップが再現されるという話をしましたが、同じようにデータあるいはデータ加工のステップが再現されるんですが、さらにチャートやアナリティクスの場合というのは、どういったタイプを選んでいるのか、どういう設定をしているのか、そういった情報を含めてチャートアナリティクスを再現するための全ての情報がこの EDF に含まれていることになります。 では、ダッシュボードはノートの場合はどうなのか同じですね。ダウンロードボタンから EDF をダウンロードします。ダウンロードした EDF をインポートすると、まずダッシュボードが再現されるような形になりますが、さらにこのダッシュボードの中に複数のチャートがある場合であれば、ダッシュボード内のチャート、さらにそれ,をそれらを再現するために必要なデータの加工のステップ、あるいはデータ、そのすべてが再現されることになります。 続いての問題ですね。このインサイトを共有するときの問題として、一人に作業が集中するという問題があります。ということなのか見ていきましょう。個人でこのインサイトを作ってパブリッシュをしていると、インサイトの作成者に依頼が集中してしまうということがあります。 例えば、一番上の人っていうのは、売り上げの予測のデータっていうのをダッシュボードに加えてほしい、2番目の人は案件情報を加えてほしい、3番目の人は利益率が欲しいというような形になってしまうので、いろんな要望っていうのがこの作成者に集まってしまうということが起きるわけです。で、そうすると、リクエストが増えれば増えるほど迅速な対応ができなくなってしまう。結果として、その担当者がボトルネックになってしまうということが起きてしまうわけです。 じゃあ、エクスプロトリーではそういった問題をどういうふうに解決することができるのか。実はですね、さっき紹介させていただいたチームという機能を使ってですね、こちら解決することができます。エクスプロトリーではチームとしてインサイトをパブリッシュすることができるんですが、このチームとしてインサイトをパブリッシュすることで、チームに所属する人であれば、誰でもインサイトを編集したりとか、再パブリッシュすることができるようになるわけです。もともと一人しかいなかったところを3人のチームで編集運用していくことができるということです。 でじゃあ、このチームとしてパブリッシュはどう,う,どうすればできるのかというところになるんですが、パブリッシュをするときにですね、パブリッシュのボタンをクリックをすると、チームとして共有というメニューが出てきます。こちらから、この共有したいチーム、どのチームとして共有したいのかというのを選択してパブリッシュすることができます。 で、チームとしてパブリッシュをするとです、ね、このチームとして、今回のケースというと、セールスダッシュボードというものがパブリッシュされる。さらには URL にもチームの名前が入ります。で、このチームでパブリッシュされたインサイトも、先ほどと同様にですね、同じように EDF、エクスプラトリーデータフォーマットをダウンロードすることができます。 でチームの、チームでこの EDF を運用していく、チームでパブリッ、チームでインサイトをパブリッシュして、えー、例えばダッシュボードを運用していくっていう時には、えー、先ほどちょっと違う点があります。順持ってみていきましょう。例えば作成者1という人が営業チームとしてダッシュボードをパブリッシュしたとしましょう。で今度作成者2という人がこの営業チームの中にいたとします。この人はサーバーから EDF をダウンロードして、 その EDF、例えばダッシュボードを再編集をして再パブリッシュすることができます。そのときにはこのダッシュボードの URL というものは同じままなんですね。なので同じインサイトとして再パブリッシュすることができるので、チームとして一つのインサイトを管理していくことができるわけです。で、このチームで、えー インサイトをパブリッシュしたときっていうのは、パブリッシュするたびにチームのメンバーに通知が届くので、他のメンバーがどのような変更を加えたのか、そういったことをタイムリーに確認することができるわけです。で こういうチームでのインサイトが増えていくと、先ほどと同じようにですね、このどういったインサイトがチームとしてパブリッシュされているのか、そういったものが分からなくなってしまう。あるいは確認したいという時が出てきます。そういう時には、アカウントメニューの方からチームのインサイトを選択することで、チームによってパブリッシュされたすべてのインサイトに同じようにアクセスすることができますで。続いて3番目のアジェンダに入っていきます。プロジェクトの共有という話ですね。 でこれまではデータやレポートを共有したいときっていうのは、それぞれデータの単位だったりとか、レポートの単位でパブリッシュすることができるという話をしてきました。あるいは、ダッシュボードやノートを共有したいときっていうのも、それぞれの単位でパブリッシュすることができるという話をしました。ただ、ちょっと一点注意が必要なことがあってですね、パブリッシュされたものというのは、パブリッシュされた内容を再現するために必要なデータ。 チャート、アナリティクス、ダッシュボードのみが含まれるような形になるわけです。例えば、このダッシュボードに3つのチャートがしか使われてなかったような場合、だけど、プロジェクトの中には複数のチャートがあった場合っていうのは、この複数のチャートっていうのは、このダッシュボードに含まれてない場合は、EDF には含まれないことになるわけですよね。 そういった場合であれば、そもそもプロジェクトを丸ごと共有できた方が便利だったことがあると思います。例えば、もともとある複数のチャートがあったときに、後からこのチャートをダッシュボードに追加をしたい。そういったときには EDF を再現するだけではそういったことができないと、一から作り直しになってしまうということがあるわけですねで。他にもインサイトを個別にパブリッシュしていると不便なことっていうのがあります。それがどういうことなのか、詳しく見ていきましょう。 例えば、とあるダッシュボードですね。売り上げに関するダッシュボードをインポートしたとしましょう。そうすると、このダッシュボードを再現するために必要なデータというものが、当然、データフレームというのがインポートされます。で続いて、同じプロジェクトの中でもう一つ別のダッシュボードをインポートしたとしましょうで。そうすると、このダッシュボードを再現するために必要なデータフレームも同じようにインポートされるようになるわけです。 ただ、よくよく見てみると、元々のデータフレームっていうのは同じなんですね。この1個目のダッシュボードをインポートしたときに作られた受注というデータフレームがあって、2個目のダッシュボードをインポートしたときにも再現されたデータフレーム、受注アンダーバー1というような形になってるで、これ、名前が重複しているため、これ、別のデータフレームとしてインポートされてしまうということが起きるわけです。でも、こういうのって本来的には期待していることではないですよね。 理想としては、同じデータフレームを使っているものであれば、同じものとして、この1つの、まあ、今回のケース、2つのデータフレームを使っていることになるので、おのおののデータフレームに紐づくような形でダッシュボードを作ってほしいと、こういった形で管理していきたいということがあるわけです。先ほどと同じように、プロジェクトをウるごとパブリッシュすることができれば、今見たようなデータフレームの重複というのを事前に防ぐことができるわけです。 じゃあ、エクスパートリーではですね、このプロジェクトをパブリッシュするってことができます。それをどういうふうにやっていくのかというところの話に入っていきますが、まず一番最初ですね、この営業チームというところで、何、え、ら、ー、かの、例えば営業向けのプロジェクトを作っていたとします。で、それをパブリッシュしたとしましょう。で、その時にはどうすればいいのかというところで言うと、プロジェクトのメニューから、えー、パブリッシュボタンをクリックします。 そうすると、他のインサイトをパブリッシュしたときと同じような形で、このパブリッシュのためのダイアログが出てきます。で、パブリッシュボタンをクリックすると、他のインサイトと同じようにチームとしてパブリッシュすることを選択することができます。で、じゃチームとしてパブリッシュすると何が起こるのかってところで言うと、例えば、田中さんがさっきのケースで言うと、プロジェクトをパブリッシュしました。そうすると、チームに所属している他のメンバーに通知メールが届きます。どういったメールが届くのか見ていきましょう。 こういった形でですね、メールが届いて、誰がどういったプロジェクトをパブリッシュしましたか、そういった通知が届くわけです。あなので、あチームの誰かがプロジェクトをパブリッシュしたんだなってことを、えー、いち早くですね、理解することができます。で、パブリッシュされたプロジェクト,プロジェクトというのは、ブラウザ越しに URL にアクセスをすると、他のインサイトと同様にブラウザから確認することができます。 で、じゃあ、このプロジェクトを共有されたものを当然再編集したい,いきたいってことがニーズとして出てくることはよくあることです。で、じゃあ、どうすればいいのかというところでうと、まずプロジェクトをインポートすることになります。で、プロジェクトをインポートするためには、パブリッシュされたプロジェクトにアクセスをしてダウンロードボタンをクリックします。そうすると、プロジェクトファイルがダウンロードされるような形になりますので、ダウンロードしたプロジェクトをエクスパトリーデスクトップからインポートしていきます。 で、プロジェクトをインポートすると。で、ある程度、編集を加えましたよ。で、じゃあ編集を加えた結果というものを他のチームのメンバーに共有したい、サーバーにパブリッシュしたいというときには、同じようにですね、このプロジェクトのメニューの方からパブリッシュボタンをクリックしてあげる。そうすると、同じ URL としてプロジェクトを編集した上で再パブリッシュすることができるわけです。で、再パブリッシュをするときにはですね、変更内容のコメントというのを残しておくことができます。 こういう変更を加えたよ、こういうダッシュボードを加えたよ、そういった情報を残しておくことで、他の人にどういう変更が加わったのかなというのを、えー、共有することができます。で、このコメント付きでですね、再パブリッシュボタンをクリックをすると、今度はこの共有、えー、他のメンバーにですね、同じように通知メールが届くような形になります。で、先ほど紹介させていただいたコメントに関するような情報も、この通知メールには届くような形になるので、あ、こういう変更が加わったんだなということを理解できるわけです。 で今度はですね、もともとこのプロジェクト、田中さんが作っていました。でその後に鈴木さんというのがアップデートしたような形になるわけですよね。でじゃあ、もう一度田中さんがこのプロジェクトを編集していきたいというふうになった場合には、サーバーにある最新のバージョンのプロジェクトを自分の手元のプロジェクトでこう上書きたい、要はプロジェクトを更新したいということが起こるわけですで。そういう時にはどうすればいいかというとですね、実は更新があったプロジェクトというのは、プロジェクトの一覧から確認することができます。 で更新があった際にはこの更新のボタンというのが表示されますのでこの更新のアイコンをクリックして最新のバージョンに更新プロジェクトを更新することができます。で誤って間違ってですね、えー、誤ったバージョンのプロジェクトでプロジェクトを更新してしまった場合というのはこのプロジェクトのメニューからですねインポートする前のバージョン一つ前のバージョンに戻すことができます。でさらに 一つですすね重要なポイントがありますこのパブリッシュされたプロジェクトの履歴はどうなっているのかって気になる方がいらっしゃるかもしれませんが、パブリッシュされたプロジェクトの履歴っていうのはエクスプロートリスサーバーに保存されていて、こちらのメニューの方から確認することができます。 で、バージョンの履歴っていうところをクリックするとですね、どういう変更があったのか、そういったものを確認することができるんですが、それだけではなく、クリック1つで過去のバージョンにプロジェクトを戻すっていうことができます。プロジェクトを復元することができるわけですね。で、例えばなんですが、この4番目、バージョンが1、2、3、4というような形でずっとプロジェクトが更新されていったと。で、それを過去の,このバージョン3に復元したいと。 なので、バージョン3のところで復元ボタンをクリックすると何が起こるかというとですね、新しくバージョン5というバージョンが作成をされて、このバージョン3.0というものがバージョン5.0として復元されて、最新のバージョンとして保存されるような形になります。 でこのチームでパブリッシュしたプロジェクトというのはどこで確認できるのかというと、同じようにです、ね、アカウントの設定メニューからチームのプロジェクト、こちらのほうにアクセスすることで、チームとしてパブリッシュしたプロジェクトの一覧にアクセスすることができるような形になっています。はい、それではです、ね、最後のアジェンダ、これ具体的なシナリオとして、1つユースケースをデモを交えて紹介していきたいと思います。 で今回ですね、ユースケースとして、営業企画チームがこう、私がですね営業企画チームいます。で営業企画チームとして、現在30名ほどいる営業チームにダッシュボードを作って共有をしていきたいという状況です。でじゃあ、どういうふうにやっていくのかというところで言うと、営業チームのメンバーのうち3名がエクスプラトリーデスクトップを使っているので、この3名でダッシュボードを作成していくというところをやっていきたいと思います。で手順としては、 まずはプロジェクトを作成して、ダッシュボードをパブリッシュして、ダッシュボードを共有する。でチームでプロジェクトが編集できるように、プロジェクトのパブリッシュというところをやっていきたいと思います。じゃあですね、実際にやっていきましょう。で今回に関してはですね、すでに私の方でデータだったりとかプロジェクトというものを事前に準備をしているような形になっています。で、あらかじめですね、ダッシュボードも作っているので、このダッシュボードを作ったダッシュボードというものを営業チームに、えー、共有していきたいと思います。 作成したダッシュボードのパブリッシュボタンをクリックします。で、このパブリッシュをするときに、このダッシュボードをチームとしてパブリッシュしたい、営業企画チームとしてパブリッシュをしたいのでですね、パブリッシュのボタンをクリックします。で、このときに、このチームとして共有というメニューが出てきますので、どのチームとしてダッシュボードをパブリッシュするというのを選択することができます。ちなみに、ここに新しいチームを作成というメニューがありまして、こちらをクリックすることで、先ほど紹介させていただいたチームの編集ページにジャンプするということが できますで実際にちょっとこの新しいチーム作成というところに移動していきましょう。こちらの新しいチームを作成というところでチームのメニューにチームの編集メニューに移動することもできますしアカウントのメニューのほうからこのアカウント設定ページに移動していただいてこちらのメニューにアクセスすることもできます。 チームにアクセスすると、この新規の追加ボタンをクリックして、チームを編集することもできますし、例えば今回、この営業企画チームとして、えー、ダッシュボードをパブリッシュしていくという話になりますが、チームの方のメンバーをこちらから追加していったりとか、チームの概要というものを編集していくことができるわけです。じゃあですね、実際にこの今回はあらかじめ作ってある営業企画チームとして、このダッシュボードをパブリッシュしていきましょう。パブリッシュボタンをクリックして、営業チームを選択します。 でこの時にですね、パブリッシュした時に、チームのメンバーに通知を届かせたい、そういう時には、このチームのメンバーに通知するというところにチェックをつけて、パブリッシュする。OK ボタンをクリックしていきましょう。 ダッシュボードのパブリッシュができました。で、こちらの方で URL が発行されてますが、このチームの URL ですね。今回のケースで言うと、このセールスプランというチーム。で、このチームは営業企画チームになっているので、営業企画チームとしてこのダッシュボードをパブリッシュできていることが確認できます。で、ダッシュボードのパブリッシュができたので、あとはこのダッシュボードをですね、えー、ダッシュボードを含むプロジェクトをチームとしてパブリッシュしていきましょう。 エクスプートデスクトップの方に戻ってですね、このプロジェクトメニューからパブリッシュボタンをクリックしていきます。パブリッシュをクリックすると、このプロジェクトをパブリッシュするためのダイアログというのが出てきますで。今回に関しては、このタイトルだったりとか概要だったりとかタグの情報があらかじめ入れているような形になっています。ではですね、このパブリッシュチーム、このプロジェクトを営業企画チームとしてパブリッシュしていきたいので、パブリッシュをクリックをして、同じように営業企画チームでパブリッシュします。 で今回もチームのメンバーに通知をしたいので、このままの状態で OK ボタンをクリックしていきます。プロジェクトのパブリッシュが完了しました。URL が発行されています。でこちらでチームのメンバーというのはこの URL にアクセスして、えー、プロジェクトの編集をしていくということができるわけです。じゃあ、ここからはですね、えー、チームの他のメンバーにです、ね、編集をしてもらいたいというところで、このダッシュボードとプロジェクトをパブリッシュしてから、 1>, 1週間が経ちましたと。とでですね、新たにチャートを加えてほしいという依頼があって、その結果となるチャートのダッシュボードを加えていくということをやっていきたいと思います。ではですね、ここからは、えー、西田の方にですね、バトンタッチをしてですね、お伝えしました、えー。プロジェクトのダウンロード、ダッシュボードの編集、ダッシュボードのサイパブリッシュ、プロジェクトのサイパブリッシュの方を、えー、担当してもらいたいというふうに思います。OK。 でそれではですね、えっと、今度は私の方から、えっと、今、先ほど村里があの営業向けプロジェクトっていうのをあの共有して、パブリッシュして共有してくれたので、あの共有してくれたっていうか、まあ、チームでパブリッシュしたわけですよね。で、私はそのチームに入っているので、こういうノーティフィケーション、お知らせメールっていうのを届きました。で、この開くのボタンを押すと、今度、えー、そのプロジェクトが共有されているページですね、が開く。 あのわけですねでここでじゃあ私がやらなくちゃいけないのはダウンロードして、プロジェクトをダウンロードして、インポートして、でなんか新しいなんかこう要件みたいな、確かあの時系列でなんかあの売り上げを予測するあのようなチャートを作ってほしいと言われているので、私の方でパワーて作って、それをダッシュボードに入れて、で再パブリッシュしたいなっていう,ふうに思います。ちょょっっとやってみましょうでこちらでダウンロードボタンを押して、でまずセーブします。 で、ダウンロードが終わったら、えー、とエクスプローラトリーの,あの方に戻って、でこれはプロジェクトリストのページですけども、こちらのプロジェクトインポートボタンを押して、で、さっきあのダウンロードしたプロジェクトですね、を選ぶわけですね。で、そうすると、これ一回インポートされて、で、ここですね、この営業ポケプロジェクトっていうのが出てます。で、この共有されてる地、あの共有されてるものっていう、あのサーバー側にパブリッされてるプロジェクトっていうのは、左こ回、地球儀の。 アイコンがつくようなな感じになってますで今回はこのプロジェクトを開いてで、早速ちょっと作業に取り掛かってみましょう。その前にですね、一回このダッシュボードを開いて、でどんなダッシュボードなのかなっていうのを一応確認はあのしておきましょう。こちらですね、こんな感じのダッシュボードになってます。でここに一つ、えー、とあの時系列予測で売り上げの予測したものを、それをさらにそのチャートで可視化したものですね、を加えたいと思います。 でこの、えー、とダッシュボードっていうのがこちらですね、このデータフレームで作られているようなので、それではじゃあ、このアナリティクスの方に行ってみましょう。で、こちらで、えー、と時系列予測をしたいので、この時系列分析の下から、今度、プロフェットを使った時系列予測ってやってみましょう。で、えー、と注文日ですね、の今回は、まあちょっとあの週ぐらいでやってみますかね。それから売り上げを選んで。で あとはここで実行ボタンを押すだけですね。なんですけども、今回あの1年分の予測をしたいなと思うので、ここに10ってやってると10週になってしまうので、これ52ってして、52週ってことで、大体1年ぐらいの予測をしたものをちょっと作ってみましょう。 でこの時系列予測の詳しい話は私たちも過去にセミナーとかやってるので、詳しい人は私たちのウェブサイトの方から見てみてください。でまあ、とりあえずですね、こんな形で、この赤い線というの予測なんですけども、今後、こんな形で売り上げが変化していくよっていうのができました。 あとはこのチャートですね、これをさっきのダッシュボードに入れて、で再パブリッシュしてみたいと思います。行ってみましょう。でこちらですね。で、これ、じゃあ、えーっと、この中段ぐらいですかね、中段ぐらいにちょっと入れてみましょう。このプラスボタンは、あ、じゃなくてこ、こちらですね、このチャートまたはアナリティクスを追加っていうボタンを押して、で、えー、っと先ほどのデータフレームを選んで、でアナリティクスのタブを開いています。すると、こちらですね、こちらがまさにさっき作ったチャートなんですけども、これを OK して、で、入りました。<laughs> でこれでまあ OK かなということで、じゃあこの,あのダッシュボードですね、ちょっと場所的にこれをちょっとなんか真ん中ぐらいにしておきますかね、こうやって。で、1回ちょっとどんな風に見えるかなぐらいはちょっと見て、プレビューで見ておきましょう。ちょっとこんな形であのチャートが、あのチャートがダッシュボードですね、が見えてるので、じゃこれでなんか OK そうだなっていうことで、そのままパブリッシュ、再パブリッシュですね、ちょっとしてみましょう。これこのパブリッシュボタンを押して でこのコメントの方に、えーっとえー、と時系列予測というのは売り上げですね。売り上げ予測のチャートを加えましたと、えー。ダッシュボードに加えましたとかってしておきましょうか。でこれであと再パブリッシュをして。 一応、このチェックボックスそのままにしておくと、このダッシュボードがパブリッシュされたよということが、今度はあの他のチームメンバーにも知らせが行くので、このままで OK しましょう。で、ダッシュボードをアップデートしたい、あの更新したいってだけであれば、もうこれで終わりですね。あとは、閲覧している人たち、今回はあの私が作成者ですけども、そうじゃなくて、閲覧している人たちにとっては、もうこのアップデートされたダッシュボードっていうのがもう見えるようになる。で、さらにこれ、サーバーの方でパブリッシュされ、あのスケジュールされてるんだったら、これから毎日。 新しいデータで作り直されるみたいな形になるわけですよね。でただ、あの他の人たち、あの作成者の人たち、先ほどのもともとこのプロジェクトを作ったっていうのは、村里でしたよね。で、今度、じゃあ、村里の方でも、じゃあ、この私が作ったこのチャートを変えたいだとか、またさらにこのダッシュボードを変えたい、もしくは新しいあのデータをあ取り込みたいとか、そうしたいっていう場合は、このプロジェクト自体を私が再パブリッシュしておかないと、そこにズレが出てきますよね。なので、一回ちょっとダッシュボードの方を閉じて、で で、じゃあ、こちらですね、このプロジェクトの方を共有、あの共有というか再パブリッシュしてで、サーバー側にパブリッシュされているダッシュボードというのが最新のものにしておきたいと思いますで。このパブリッシュボタンをもう一回押して、するとこちらにダイヤが出てきます。でこ、今回はこれさっきとちょっと混乱するかもしれないけど、さっきはダッシュボード自体をパブリッシュした方がいいですよね。今、私がここでやりたいのはこのプロジェクトですね、プロジェクトなのでダッシュボードだけじゃなくて、すべてのデータフレーム、すべてのチャート、すべてのアナリティクスっていうものが入ったこのパプロジェクト自体をもう一回再 あのパブリッシュしたいいと思いますで今回も同じですね、さっきと一緒で、えっ、ー、と、売り上げ予測のアナリティクスを追加。それから、えっ、ー、と、もう一個ですね、ダッシュボードの方も追加したので、ダッシュボードに売り上げ予測のチャートを追加。 というような、まあ、メモをここ残しておきましょう。で、ここで再パブリッシュっていうボタンを押して、で、また一緒ですね、このチームメンバーに通知するっていうのをチェックしたままになっているので、これで私がパブリッシュすると、えー、例えばあのチームメンバーである村里の方にも、えー、この通知メールっていうのは届くと思います。なので、これちょっと OK ボタンを押して、じゃ実際このプロジェクトっていうのを、えー、もう一回再パブリッシュしてみましょう。 でちょっと再パブリッシュされたようですね、こちらのこんな感じになっています。一応、ブラウザーで表示っていうのがあるので、これで確認しておくと、これさっきと同じプロジェクトのページですね。で、こちらの方からあの一応確認しておくと、このバージョン履歴っていうのがあるので、これを見ると、今、私ですね、私がこう、もともとは村里がパブリッシュしてたあのプロジェクトですけども、私の方でこういった変更を加えて、新しいバージョンにしたっていうのがあの見えている状態ですね。 オッケーでこれで私の方で作業終わったのでもう一回じゃあ紫の方にバトンタッチしてみたいと思います。 はい、それではここでですね、今、西田の方がパブリッシュをしてくれたのでですね、私の手元には、実はこちらの方ですね、通知メールが届いております。で通知メールの方を確認するとですね、今、西田がコメントで言ってくれた、この売上予測の穴やりテキストを追加、ダッシュボードに売上予測のチャートを追加、こういった情報が見えるような形になります。ただ、もともとこのプロジェクトというのは私が作ってパブリッシュをしていました。なので、ここからですね、プロジェクトの URL を開いて、もう一度プロジェクトをインポートする、そういったことは必要ありません。というふうにすれば、最新の サーバーにあるプロジェクトに自分のプロジェクトを更新することができるのかというとですね、エクスプロトリデスクトップの方に戻っていきましょう。そうすると、先ほど西田の方がこの営業向けプロジェクトというものを更新してくれているので、こちらの方に更新ボタンというのが表示されるようになっております。なので、サーバーにある最新のバージョンに自分の手元のプロジェクトを更新したければですね、こちらの更新ボタンをクリックすると。そうすると、確認のためのダイアログが出てきますので、OK ボタンをクリックすれば、サーバーにあるプロジェクトを今自分の手元のエクスプロトリ デスクトップにダウンロードしてインポートしているような形になります。はいじゃあ、これでですねプロジェクトの更新が終わりましたので、営業向けのこのプロジェクトを実際に開いていきましょう。 プロジェクトの方が開きました。先ほど西田の方がですね、このセールスというデータフレームに売上の時系列予測を足していましたので、実際に確認していきましょう。セールスの方にですね、マウスのカーソルを合わせると、作成したチャートやアナリティクスのプレビュー、サムネイル画面が出てきます。アナリティクスの方にマウスを持っていってタブをクリックしていきます。こちらですね、アナリティクス1というのが見えるので、こちらの方をクリックしていきましょう。 はい。先ほど追加した時系列予測がしっかりとですね、このプロジェクトの中に入っていることが確認できました。で、こういった形でですね、えー、プロジェクトをパブリッシュして共有して、またさらにここから編集をしていただき,きたければですね、私の方で、えー、チャートを追加したりとか、アナリティクスを追加をして、プロジェクトを再編集。で、最終的に編集した結果をサーバーに再パブリッシュしていくってことができるわけです。 以上でですね、エクスプロアトリーのコラボレーションのユースケースのデモというふうにさせていただければと思います。で、最後にですね、本日のまとめになります。本日ですね、エクスプロアトリで共有できるインサイトのタイプというものを紹介させていただきました。 で作成したインサイトというものは、ですね、エクスプロトリーのサーバーにパブリッシュして、共有して、それからスケジュールを設定して更新を自動化するということができるというお話をさせていただきました。 ついてですね、パブリッシュしたインサイトというものは、ただパブリッシュして共有するだけでは終わりというところではなく、手元で作成したインサイトを再現するためにですね、EDF、エクスプロラトリー a t a フォーマットという形式を、形式でダウンロードできるようにダウンロードオプションを設定することができるというお話をさせていただきましたで。さらにですね、一つ一つのインサイトを個別にパブリッシュするということももちろんできるんですが、それをプロジェクトとして一つにまとめてパブリッシュをすることで、より 効率的にチームでのコラボレーションができるという話をさせていただきましたで。最後にですね、ユースケースとして実際の具体的なシナリオを持ってプロジェクトをパブリッシュする、そういったお話をさせていただきました。以上がですね、エクスプロラトリーを使ったコラボレーションセミナーの内容になるんですが、一つだけ補足があるので、そちらをお伝えさせてください。今日紹介させていただいたチーム機能とプロジェクトのパブリッシュなんですが、こちらは ビジネスプランからの利用が可能になっております。また、パブリッシュ可能なインサイトの総サイズは、契約しているプランによって決まってくることになっています。でじゃあ、各々のプラン、どういったプランがあるのかというところで言うと、ビジネスプランで言うと、ストレージが10ギガまで、ビジネスプラスのプランで言うと、ストレージが100ギガまで、ビジネスプレミアだと1テラバイトという形になってますので、各々の用途に合わせてですね、必要なプランをご契約いただければというふうに思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。